ジュゼッペシノーポリは、イタリア人指揮者、作曲家。1946年、イタリアベネツィア生まれ。パドバ大学で、心理学と脳外科を学ぶと同時に、マルチェルロ音楽院で作曲を専攻する。その後、ダルムシュタットで、シュトックハウゼンヤマデルナのクラスに在籍。ウィーン音楽院では、ハンス・スワルフスキーやカール・エスター・ライヒャーについて、指揮法を指示。 1975年、現代音楽の演奏を目的として、死の名を冠したブルーのマデルナ・アンサンブルを設立、指揮者としてのデビューを飾る。1981年、バイエルン国立歌劇場で初演された歌劇、ルーザ・ロメなどの作品によって、現代音楽の作曲家としても名を成していた。常述のような経歴から、インテリ指揮者としての側面が、クローズアップされ、 原学的で音楽解釈に精神医学的観点の援用を示唆する言動やシノーポリの異色の音楽解釈は熱烈な崇拝と批判を同時に呼び起こした。マーラー、ワーグナー、リヒャルト・ストラウス、プッチーニラ、得意の高キロマン派の還元楽曲及びオペラでの解釈が特に知られていた。ドイツグラモフォン、フィリップス、テルデックなどクラシックの一流レーベルから 数多くの CD を発売していたスター指揮者であった。ドイツ語をほぼ母語同様に操り、ルーザ・ロメなどのドイツ語オペラを残したほか、来日時の NHK のインタビューにもドイツ語で応じた。1987年、フィルハーモニア管弦楽団と共に来日した折に、東方学園オーケストラで非公開授業を行い、この録音は当時発売されたシノーポリの 運命の力全曲版に初回プレス限定で添付され、この授業は現在でも東方学園大学で伝説として語り継がれている。2001年4月20日、ベルリンドイツオペラでベルギーの歌劇、アイーガオ式中、第3幕のところで心筋梗塞で倒れ、急性。54歳没。1984年にフィルハーモニア還元楽団。 1992年に、スターツカペレ・ドレスデンの常任指揮者になり、後者のポストは最後まで在任していた。オペラ指揮者としては、1990年に、ベルリンドイツオペラの音楽監督に就任予定だったが、直前に辞退。また2002年より、ザクセン州立歌劇場の音楽総監督に就任予定だったが、指去により果たせなかった。ありがとうございます。